イエーイ、イエーイ、はい、やってみました。はい、やってみました。はい、今回の内容の、企画は、フルーツ飴を作って ASMR に挑戦して言い慣れてない。言い慣れてない。あんな練習した。実は結構練習しました。 ASMR ですね。はい、 ASMR。 もう一回、もう一回やらせて。はい、ASMR に挑戦しました。イエーイ。はい、僕はキングダムの御子柴ダイヤです。はい、はい、同じく一木みかどです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ゆずきれんです。お願いします。はい、まあ、結構ね、僕は緊張してると思うんであれですけど、まず乾杯します。まずね、飲まないとちょっとあれなんで、はい、で、では乾杯。イエーイ、はい、イエーイ、イエーイ。これも ASMR で撮ってもらっていいのにね。あ、そうですね、若干この音でね、ゴクゴクをね、はい、フルーツ飴は作ったことあります？ないっすね、僕料理できないんで。みかどさんはありますか？ナイスナイス。いや、むしろ食べたことが、確かに女性のイメージがね、なんかちょっと流行ってるみたいな若干話は知ってるんですけど、確かに作って食べるもんなんかなみたいな感じだったんですけど、今年夏祭りもなかったですし、ね、そうですね、ちょうどいいのかもしれないですね。じゃあビール飲みながら、はい、ビール飲みながら早速ちょっと緊張もね、そうですね、早めに解いていって、確かに。じゃあみんなで、はい、作っていきましょう。はい、イエイ。じゃあ早速作っていきたいと思います。今日用意したのは、パインと何か巨峰、ブドウとリンゴを用意したので、早速作っていきたいと思います。はい、皮ありなし、どっちでいきますか？ありなし両方で。ありなし両方で。片方なし、片方ありで。え、じゃあ料理できるんですね。多少はできる腕前よ。すごい、うまい。いや、まだ1回だけっていう。うわ、見せどころやん。いや、これぐらいは母に習った。それできへんわ。全部切ってもらえたらそこよ。ほんまに。身全部切っちゃう。みんななくなるみたいな。レン君とダイヤ主任が取ってくれた。来てくれた。取ってきました。取ってきてくれた。取ってきました。どっから来てるかな、初心者やから。初めての料理ですか？全然わかんないっすわ。僕は昔居酒屋の焼き鳥屋で働いてたんで、串刺しはうまいです。鳥みたいな感じですね、もうそれ。鳥みたいなもんですね。もう下がちっちゃいでしょ。はあ、はあ、こっちを下にした方が美味しく見えるらしいです。美味しく見える。はい、考えてる。分かんない。焼き鳥屋の基本。マジ、これマジですマジなんですよ。大中小ってなってますね。大中小、これが一番美味しく見えるバランスなんですよね。すごい。ダイヤさん、まあ、かき混ぜない方がいいみたいです。いいですね、これで。うん、それで、これそうそうそう、カメラ目線で今やってます的な。やりました。やりました。作りました。作りました。僕が。みこしばさん。はい。これで固まって、根元のリンゴかかってないけど。あ、じゃあ鍋あげるから、鍋あげるから、俺ゆうにヒットさせてくんないけど。根元のリンゴ。根元のリンゴはね。はい、ではできました。完成しました。イエイ。頑張ったよ、みんなでね。みんなでね頑張ったから、きっと美味しいはずです。絶対これカリカリ、ね、フルーツ飴なんでね。ね、絶対カリカリなはずこれは。ですよね、はい、頑張ったもん。だから見た感じね、もう完璧やから。完璧やから全員で1個1人がまず、まあ、まずやってみましょうか。このやっぱ光沢が近くなってきますね。これいきますか。おう、パリって、パリって欲しいんで。パリって、okay、わざとやってくださいね。いきます、食べます。じゃあ絶対うまい、これ食べてきた。いきます。食べてきた。あ、じゃあもう、まあ、持ちますね、持ちます。その時点で、うん、ちょっと怖いけど。いや、何も見てないよ。見てないね、うん、いきます。え、ふっ、ブドウ、うまっ。でもブドウの、うん、いい音しましたね。ブドウのいい音、パチンっていう。なんか でも砂糖で熟成されてるから甘みはめちゃめちゃ甘いですね。売れるよこれ。売れるよ。じゃあリンゴ、あ、リンゴいけそうですね。いけそうですよね。まあ、でもなんかほら、ツヤあるとこあるし、ないとこないし。いきます。まばら。お、栄養されたやつ。リンゴ、砂糖漬け。シンプルに。でも美味しいの。甘みがね、より甘いから。より甘いから。次、これで言ったらもう、ファインしかないですよね。
純粋にね、純粋にいただきます。うん、僕が聞いたいから、そう。どうですか？あの、普通に、これ、あの、砂糖漬けだと思うんですけど、味変わらへんっすね。まんま。これがもうすでに砂糖漬けだ。で、ダイヤが切ったらしいんでね、よりね、なんかそこの部分は美味しいんですけど、気持ちだけ。カットパイン書いてもでるパリッとはいかんすね。パリッといかんすね。一回目失敗。失敗の要因をね、ちょっと探して、もう一回チャレンジしてみましょう。はい。はい、やってまいりました、はい、ね、先ほどはちょっと柔らかかったんですけど失敗ですね、失敗ですね。第2弾、はい、まあ、負けたままじゃ終われないっていうね、うん、できましたよ、第2弾が。第2弾、これでも見た目は完璧っすよね。完璧、うん、もうさっきとやっぱりこう違うなっていうと、うん、これなんかやばいもんね。いや、これなんてもうほんと一番完璧かなみたいな、うん、光沢、光沢じゃない、これガンメタみたいな。ガンメタ、ガンメタになって。順番から順番でいきましょうか。順番でいきましょうか。さっきの順番で、じゃあもう一回僕ブドウを。はい、やめましょう。ブドウ。いい感じですね、これ。お、いい。お。待って、串が。え？え？待って待って、これ音関係ない。何これ？これ。なし。なし。もう指でいっちゃいましょう。うん、一番前。指で。この一番前のやつ。うわ、すごい。誰か接着剤つけてる？これ。うわ、すごい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 、やばい、すげえ、すごい、ええ、めっちゃ、あ、え、すごい、別の別の別のスララみたいなの、これね、これ、いや、一回音なるかもしれない、音なりそうですね。カリッと求めてんのはカリやから、ガラスみたいよ。じゃあいきますね、これ、うん、これも一気にいきますね、もうかじるとかないから。若干くめくめたい、さっきより。これ成功っすね。これ成功、うん、ちょっとカリッと言ったんちゃいます？言いましたね、うん、これはちょっと成功なんじゃないか、うん、成功やと思います。まあ、ブドウはこれ暫定成功で、うん、次、みことさんじゃあ僕、ね、ちょっと何行くんすか？何行こうかな。じゃあパイナップル行こうかな。あ、さっきリンゴだったんでね、パイナップル、これリンゴっすよね。あ、これリンゴです。ってことは俺最後リンゴってことですね。あ、これでも外れた。あれ？あ、いける。ブドウより柔らかいですね。うん、じゃあ一口で、はい、いっちゃいますね。はい。あ、うわ、あれ、ボリボリ言うてる。ボリ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 言ってる。リンゴですか？リンゴじゃあめっちゃめっちゃいい今。めっちゃいいもん。まあ、成功。成功、いい音なるし、はい、美味しいし。完璧でしたね。完璧。お、お。僕は何行こうかなーって。え、ちょっと。そうになってる。あ、でも、あれ？ほんまに硬い、うん。結構ガンガン言うてるよ、ガンガン。音もうする。いし、いし、いし。あ、いし。いけるいけるんじゃん。あ、これは、これいい話でいける。え、何の話ですか？何もないです。え、じゃあ次、リンゴいきます。うわー。今入れて、今入れて。今。バレてないか。あ、うん、いけるやん。よかったー。めっちゃいい音。みんな、成功やん。成功じゃないですか、これ。成功ですね。うん、はい、はい、ということで今回のフルーツ飴の企画、はい、まあ、成功、いや、むしろ大成功、大成功っていうね、はい、ということで、今回のフルーツ飴の企画は大成功でした。よいしょ、よいしょ、はい、手がまだついてるからね。先ほどが、はい、ということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ブドウがいいのを食べてくれ。いや、ブドウがいいの食べてくれ。余談みたいな。いや、種みたい、種みたい。いや、いくぞ、うん、あ、いい。あの、あとね、あとからバリがね、あの、中がカリッカリ、カリッカリ、外ふわ、中カリみたいな。
すごっ逆やのに、すげえ逆カリ中ふわすげえ中ふわ中カリこのブドウすごいこのブドウすごい OK ですね、ありがとうございます。